ジャマイカはイギリス海軍の系巡洋艦、フィジー級。艦名は当時イギリス領だったジャマイカ島に由来する。1939年4月28日、ビッカース・アームストロング社バーロー造船所にて寄港。1940年11月16日、進水。1942年6月29日に竣工、本国艦隊に所属し、第二次世界大戦に参加。11月には、統治作戦を支援し、12月には、シェフィールドと R 部隊を形成して、バレンツ海海戦に参加した。ロバート・イル・バーネット少将は、シェフィールドで指揮を執り、JW51 バイト船団の護衛を担当した。船団は、ドイツ艦隊の攻撃を受けたが撃退に成功する。1943年7から9月には、ポーツマスで改装を行う。同年12月には、北岬沖海戦参加し、本国艦隊司令長官、ブルース・フレイザー大将指揮下戦艦デューク・オブ・ヨークと、ホース2を編成し、ドイツの巡洋戦艦、シャルンホルストの撃沈に参与した。1944年2から3月には、JW57、JW58、RA58、船団の護衛に参加、さらに戦艦ティルピッツを攻撃する、空母数隻を支援する。1945年4月に近代化改装を受け、この時 X 砲塔は撤去されて対空兵装増強、レーダーの新式化が行われた。同年9月には第5巡洋艦戦隊に参加し、インド洋方面へ展開する。大戦終結後の1948年8月には第8巡洋艦戦隊に参加し、北アメリカ、西インド諸島方面へ展開した。1950年7月には朝鮮戦争に参加し、支援砲撃や魚雷艇、薬戦闘機と交戦。1952年本国に帰還し、予備役に置かれる。1953から54年地中海艦隊に転属したものの、1957年11月20日に除籍、補完戦となる。1960年12月20日に解体開始され、1963年8月15日に解体が完了した。ありがとうございます。